諏訪大社の神社本宮です。重要文化の旅行ですよ。今日は大雪で子犬も雪だるまで溶かしておりますが、諏訪大社の、見方について、お話ししていきたいと思います。御朱印が欲しい方はこちらの方で、回ってください。で、向こう側にも、木の門があって、あるんですが、諏訪大社、まあ、普通参拝する分にはこのまま行けばいいんですけど、本来の門ではないんですね。あ、この門はちょっと観光用の門みたいな意味合いが強くてですね。さんも雪だるまみたいに言ってますけど、でこういうふうになりますね。で、ご神体を、向いてるという状態です。で、入り口の門っていうのが書いてあると思いますけど、こっちじゃないんですよね。向こうの方ではないんですよ。向こうは観光客の専用みたいな感じがありますね。で、諏訪大社、神社の五穀の種池と、ここが神楽殿になりますね。大きな神楽殿があります。非常に大きな神楽殿なので、なかなかね、素晴らしいものがなんですが、今はちょっとね、本殿の改修中なので、神楽殿が非常に大きな神楽殿で、画面いっぱいいっぱい映らないっていうね、状態になりますけど。で、いくつもの門があるんですけど、今日はね、雪景色の中です。ここが極寒の楼ってことですね。で、なぜ諏訪大社の、まあ、入り口が向こうに行っちゃったのかっていうのは、もうおそらく観光の関係でしょう、しょうがないっていう部分が一番強いと思うんですけど、実際の、まあ、いくつかの神社はこのように、入り口の門、正門が、まあ、道路の関係上で、違うところついてたりとかすることがあります。これはまあしょうがないというかしょうがないですね。ここは神馬の社ですけど、ちょっとで、ここ俺が、まあ、まあ近づけないんですけど、樹齢1000年くらいの木がいくつも立って、ここにはね、大きな木がいくつか立ってるんですけど、で、新馬車があるところは新馬車を先に、お参りしてください。それがまあですね。で、まあ正門が向こうなんで、一回正門に出てからまた入ってくるっていうのが、なりますね。で、ちょっと、一回出ていきたいと思います。で、昔はこの先にあるところから来ているんですよね。ここの先と、前宮の方ですね、が、一緒の状態になって、出ます。で、こっちのね、吉良上野介のゆかりの、人のお墓があるとかね、なんかいろいろあるんですけど、ちょっと一回閉じて、もう一回行きたいと思います。